後半キックオフです。まず早い時間帯に1点返してプレッシャーかけたいところですよね、うん、はい、そうすると試合は全然わからなくなりますからね。そうですね、通りませんでした。ストゥラーロ、キエリーニ、ストゥラーロ、キエリーニ、ストゥラーロ、ベルナルデスキ、スルーパスを出す、シュート。チリはディフェンスの対応の仕方に問題があったのか。でしたよね。ロブレス、アランギス、フルガル、ビダル、右サイドを上がっていきます。フロレンツィ、上がっていく右サイド、ボール入りましたよ。いいボールですね。ブルガル、アレクシス・サンチェス、ベッラッティ、細かくパスをつないで攻め込んでいきます。縦を使います。アランギス、ビダル、アレクシス・サンチェス、いけるか、カンパニャーロ、アーロ、キエリーニ、ストゥラーロ、トーニ、ベルナルデスキ、ベッラッティ、通るのかこのパス。バルソラ、アランギス、オレジャナ、アランギス、味方を走らせる、ストゥラーロ、ベルナルデスキ、このパスを防ぎます。ダニエレ・ルガーニ、まだありますね、チャンス。ベルナルデスキ、ロブレス、ビダル、縦へのボール、ブルガル、ビダル、左サイド上がっていくところ、抜けるか、届くか、このボール一気に前線へ。チリとしては先ほどから両サイドがかなりワイドに引っ張っていると思うんですけどもね。それはどういった意味があるんでしょうか。横幅を広く使ってボールを動かして相手の選手間の距離を広げておくと中央の選手にくさびを入れやすくなるんですよね。なるほど、前線を広く使って相手選手を混乱させようということなんですね。そうですね、ワイドな展開で崩していこうという意図があるんじゃないかなと思いますけどもね。はい、イタリアとしてはそろそろまず1点返したいところですよね。さあ、蹴ったボール、しかしこれは通りません。ブルガル、ここでファールがありました。キーパーからのロングフィード、ベルナルデスキ、ふわっとしたボール、ジョルジーニは北澤さん、先ほどからしっかりマークされてますね。そうですね、中盤の底から入る縦パスに対してのケアですよね。まあ攻撃の起点を潰しておこうという上等手段ですよね。サイドを使う、シュートレンジです。
アレクシス・サンチェス、左から上がっていきます。どうだ、ダイレクトで打ってきました。うまくミートして威力のあるシュートだったんですけどもね、惜しかったですね。アレクシス・サンチェス、中央へ、トーニー、カットです。ドルーズボール、裏狙いましたね。シュート、セナ、これはよく止めました。これは決められてもおかしくないですよ。キーパーファインセーブですね。この難しいボールによく触りました。今のは誰もついてなかったですからね、フリーで打たせてしまいましたよね。ダニエル・ルガーニ、ここで前を向けるか。さあトーニー、ここしっかり詰めてますよ。ミドル、トラップから打つまで非常に速いシュートを打ってきました。足の振りが非常に速いんですよね。なるほど、ほとんどテイクバックがない中でこれだけ強いシュートを打てますからね、そうですね。長いボールを送ります。ブルガル、ドリブルですね。まだいますよ。ベッラッティから縦へ長いボール。フロレンツィ、ジョルジーニョ、ボール入りましたよ。このボールをカットします。ここは大きくクリア、危ないシーンでした。ブルガル、上がっていく左サイド。さあ左上がっていくアレクシス・サンチェス、低い弾道、打った、シュート、あと少し、今のは惜しいシーンでした。チャンスだ。さあ繋がるか。サイドのスペースを使う。いいとこ入りますよ。ご勝負ですね。シュート。来た。イタリア。イタリア、これで1点差まで詰め寄りました。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを固めてたんでしょうね。そうですね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。なるほど。イタリアはここでベンチが動きます。アランギス、アランギスから右サイド、裏のスペースを狙う。
アランギス、さあ右へ預けて、ここは競り勝ちます。トーニー、ベッラッティ、アレクシス・サンチェス、ミドル、いい位置で奪ってのシュートでした。しかし相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。まあ相手に隙があったとはいえ、そこをうまく狙ってしっかりシュートまで持っていきましたよね、はい、いい攻撃の形だったと思いますよ。そうですね、今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。自分たちが攻めあぐねているということは、相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいでしょうね。そういう意味では嫌な時間帯や局面ではボールを失わないことが大切ですよね。ベルナッティ、ベルナルデスキ、ミドル、止めた。いやー、ファインセーブでしたね。キーパーの反応が素晴らしかったですよね。直接行ってしまいました。アレクシス・サンチェス、ボールを下げてリズムを作るか。上がっていく左サイド、スペース出ましたね。ここで丁寧にボールを扱う。ベッラッティ、裏を狙っていきます。フロレンツィ、いいディフェンスです。ロングフィードで狙う。さあコーナーキック、イタリア。今のチャンスはものにすることができませんでした。フルガル、メデル、ミダル、フルガル、ここでファウルをもらいます。イタリア大きく縦へ、トーニー、フロレンツィ、デロッシ、トーニー、ここは競り勝ちます。サイドのスペースを使います。ベッラッティ、フロレンツィ、狙いましたね。長いボールを送ります。ベルナルデスキ、最終ラインまでボールを下げる。シュトゥラーロ、ベッラッティ、シュトゥラーロ、裏のスペースを狙う。ベッラッティ、ミドル、
しのぐ。今の形すごく良かったですよね。これを繰り返せばいいと思いますね。そうですね。さあ繰り返したいイタリア。はい、期待したいですね。どうだ。ディフェンダー集中力いいですよ。アランギスからのパス。アレクシス・サンチェス。足元大事に行きます。とボールはイタリアはここでファウルがありました。注意に終わりました。少々深い位置でフリーキックのチャンスを得ます。シュート。追加点には至りません。チリ、今のが決まっていればね、この後の試合の進め方が非常に楽になったと思うんですけどもね。ここは決まりませんでしたね。チリ、決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。フロレンツィ、裏に味方を走らせる。トーニサイドを使う。トーニーセナ、ここは大きくクリア。危険なシーンでした。ミダル、縦へのボール、アーチのようなパス、いいボールだ。ベッラッティ、ストゥラーロ、組み立てていきます。ベッラッティ、フロレンツィ、チャレンジはしません。後ろに流す。ヒエッリーニ、ストゥラーロ、さあつながるか。イタリア同点のチャンスでしたが決まりませんでした。いや、これは決めたかったでしょうね。柔らかいボール。いや、いいボールだ。ヒエリーニからでロッシー。ミドル。イタリア同点弾のチャンスでしたが、これはものにできませんでした。いや、惜しいシュートでしたね。ショート行きましたね。アレクシス・サンチェス。ブルガル、スルーパス、アレクシス・サンチェス、仕掛けるタイミングを図る。中で味方の選手が待っている。あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。ミダル、イタリア、さあもう残すところ時間がない。急ぎたいところです。そうですね、奪ったチャンスでカウンター、あるいはもうパワープレーを仕掛けたいところでしょうね。ブルガル、ボールはサンチェス、チリボールです。タッチ終わってもう一度スローイン。サイドを縦に走らせます。ここは競り勝ちます。決まってしまった。これは痛い。いや、これはちょっと予想外の展開ですよね。
北澤さん、今のゴールというかプレーなんですがいかがでしょう。いやこれはやってしまったという感じですかね。さあこれで交代枠を全て使い切ります。イタリア動きとしては悪くなかったようにも見えるんですが、この交代をどうご覧になりますか。マルキージオ、トーニアルベルティ、ボールのところ、パス、メダル。いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。チリもう切り打ってきましたね、距離ありましたけども。これは奪い返します、バルソラ、アレクシス・サンチェス、サイドのスペースへ走らせる、アレクシス・サンチェス、撫でるようなボールタッチ、来た、チリボール、アレクシス・サンチェスからメデル、クロスを選択、このボールには合いません。長いボール縦へ、カンドレバ、ここは競り勝ちます、ここで持ちますが周りの味方の選手はまだ上がりきっていません。アレクシス・サンチェス、フルガル、ここは競り勝ちます、長いボールを送ります、スルーパスを出す、いいボール入りますよ、トーニー、いい展開ですね、スペースへ出すと呼んでいた、前線へ長いボール、カットです、デロッシー、トーニー、この柔らかいパス、チャンスだ、拾いたい、ロングフィードで狙う、バルソラ、マティアス・フェルナンデス、アルベルティーニがここはファールを取られます、イエローカードです。アルソラ抜けてくる、裏のスペースを狙う、マティアス・フェルナンデス、メデル、チリここは時間を使います、マティアス・フェルナンデス、組み立てながら攻め上がっていく、ここは競り勝ちます、ロングフィードで狙う、大にわたる、いい形ですよ、
マルキージョに渡る。ここは体を張ります。ルーズになる。ファンドレバ、トーニ、ここは競り勝ちます。まだありますね、チャンス。裏に味方を走らせる。ゲット、イタリア後半ロスタイムです。いやー、ドンピシャなタイミングでスペースを生かしましたね。そうですね、これはワールドクラスのゴールですよね。これくらいの選手になるとフリーで受けるタイミングっていうのが反射的に体に染み付いているんでしょうね。いやー、見事なゴールでしたね。イタリア、もう1点いけるか。あと1点ですからね。ここからは全員で行くしかないですよね。アーチのようなパス、いいボールですね。イタリアボール。チリがメンバーチェンジをします。サイドのスペースを使う。こぼれてる。ここ仕掛けてほしいですね。チャンス。ここでコーナーキック。時間はあまり残されていません。このコーナーはどうだ。ルーズボール。ここで笛です。3対2、イタリア惜しくも僅差で敗れました。さあ北澤さん、試合を振り返っていかがでしょう。良かったところ悪かったところそれぞれあったと思うんですけども、大切なことはこの結果を次にどう生かして